こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、ちょっとね、ツイッターで見つけた素敵な言葉がありまして、まあ、もしね、今、誰かからね、傷つけられてしまっている、まあ、誹謗中傷だったり、まあ、いろんなことでね、傷つけられたっていうようなね、方がいましたら、ちょっとこの言葉をね、思い出してもらいたいなぁなと思ってね、ちょっとツイッターから、まあ、見つけた言葉なんですけど、紹介したいと思います。はい、では、ちょっと聞いててください。何度も何度も傷つけられたら、相手を紙やすりと思えばいい。多少擦り傷はつくが、自分はピカピカになり、相手は使い物にならなくなる。作家、クリス・コルファーさんの言葉だそうです。はい、これね、まあ、相手をね、紙やすり、まあ、紙やすりってね、こう、磨くとね、こう、ザラザラの部分がどんどん剥げていって、まあ、くしゃくしゃになりますよね。ただ、そのね、磨いている方、まあ、例えば、木材とか磨くとね、ツルツルになってきますよね。まあ、そのね、ヤスリのね、こう、粗さによってね、違う。けど、まあ、その辺のね、粗さは全く考えなくていいんですけど、まあ、自分はね、思うに、人ってね、すべてね、ダイヤモンドの原石だと思うんですよね。まあ最初ね、まあダイヤってわからない、こう真っ黒なね、石ころに見えるけど、磨けば磨くほど輝いていく。まあそういったね、相手を誰かね、傷つけるような人もね、がいても、まあそれでね、磨かれて、まあ輝きを放つっていうかね、まあそんな風にね、思って、まあそれね、人からそうやって、こう、誹謗中傷とかね、まあ、危害を加えられて、まあ、こう光っていくっていうのはね、ちょっとね、違うと思うんですけど、まあそのね、磨き方っていうのは自分で自分を磨く。例えばいろんな経験をしたりとか、まあ失敗とかね、して、まあ失敗とかするとね、結構傷つくって人もいるかと思いますけど、そのね、失敗とかっていうのもね、まあ紙やすりって思えばいいのかななんて、そんなことも思いました。まあ本当にね、磨けば磨くほどダイヤモンドって光ると思うんで、皆さんもね、ダイヤの原石、そういうふうにね、思って、まあ、もしね、誰かからなんかね、言われたりしても、あ、相手がね、自分を磨いてくれてるんだ、そういうふうにね、思うことによって、多少ね、もう本当にね、辛い思い、まあ、本当に誹謗中傷でね、亡くなってしまったっていう、まあ、自害してしまったっていうね、そんなようなね、報道、まあ、有名人の方が亡くなってしまったとか、そんなね、ことをね、聞くと、本当にね、ああ、もったいないなって思うんですけど、まあ、そのね、当人の方にならなければ、そのね、辛さっていうのは、すごくね、まあ、そういったものっていうのは分からないと思うんですけど、でもね、まあ、このようにね、まあ、相手を紙やすりと思って、まあ、本当にね、使い物にならなくなる、そういうことを言ってる人はね、結局は最後はね、まあ、逆にね、自分が独りぼっちになってしまって、まあ、使い物にならなくなるっていうのかな、まあ、そういう言葉でね、表現してあるんですけど、本当にね、まあ、仲間とかそういったのもね、誰もいなくなってしまうんじゃないかななんて思うんで、まあ、そういう傷つける側にもね、ならず、まあ、自分がもしね、そういうことになったら、反撃とかもしないで、相手がね、自分を磨いてくれてるんだ、そんな風にね、思うと少しは、まあ、心が休まるというか、気がね、楽になるんじゃないかな。まあ、自分がね、どんどん光り輝いていくための、こうものなんだっていう風にね、思えるようにね、なるといいなぁなんて、そんなこともね、思ってちょっとね、この言葉を紹介しました。はい、ではね、今日の動画がいいなって思った方はグッドボタン、またはね、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。